はい、どうも皆さんこんにちは、ももふみです。ゆうたです。今回はですね、ちょっと面白いものをいただいたので、そちらを紹介したいと思います。なんだっけ俺忘れてた。秋田県の鼻くそです。鼻くそですよ。鼻くそなんて食っちゃっていいのかな。ちなみに鼻くそを食べたことある人いますか。ちなみにありますか。僕ないですね。ない派か。はい、まあ、俺もない派だ。うん、たまにいたよね。たまにいたね。はい、やっていきましょう。はい、やっていきましょう。早速開けます。はい、ですけれどもこれは犬って鼻くそ出んの。確かに。開けます。はい、オープンセサミ。匂いですね。あは、普通にココアピーナッツの匂いがします。うん、うん、早速食べましょう。はい、食べていきます。お、入ってる。おお、包まれてんじゃないんだ。うん、そうですね。待って待って、じゃあ素直に、素直に言おう。うん、いいよ。僕はぶっちゃけ美味しいと思います。美味しい。はい、美味しいです。俺は予想してたのとちょっと違った。もっとチョコかと思った。もっとより中途半端な味。ここなんかもうちょい硬くて、中が中までこう包まれてる感じかなと思ったけど、意外とサクサクだよね。サクサクです。スナック菓子みたい。うん、で中にピーナッツが包まれてるよりは入ってるんでね。そうですね。でね、味はあのチョコボールのあのピーナッツ味によく似てます。うん、いや別にまずくないよ。まずくはない。だから見てるか。食べるか。食べる。おお、ニヤニヤしてんなよお前、この野郎。お土産にはいいんじゃないですかね。うん、いいと思います、こういうネタでは。うん、はい、以上になります。以上になります。ということでね、あのこの動画は以上になります。はい、以上でございます。さよなら。おい飽きた。そう、飽きただけに。うん、おうおうおお